さあそれではドラゴンクエストビルダーズ2の続きやっていきます。さあ今回はまずは鉄に関する話からやっていきましょう。さあカルロさん、おお、みんなペロの手作り焼きキノコを食べている。お食事中失礼。ふう、いよいよ鉄も手に入った。行動の復旧は順調のようだな。だがそろそろ固い岩の壁に行き当たって困ってる頃じゃないか。よくわかりますね。そんな時は鉄を加工して道具を作るに限る。そして鉄の金属工房があれば最高だ。鉄の金属工房はその名の通り、部屋の壁を全てアイアンの壁で作った工房だ。なんだって。鉄の部屋に炉、革袋、壺、収納箱を置けば完成できる。鉄の加工のために鉄の金属工房を作ってくれ。別にそこまで鉄にする必要なくない？石でよくない？おう、ちょ、アイアンの壁で囲った工房、ここで？マジ？もう一回。音入れ中ごめんなさい。すっきり早いな。じゃあもう一回教えて。部屋の壁を全てアイアンの壁で作った工房、炉と革袋、壺、収納箱。まあじゃあアイアンの壁さえ作ればなんとかなる。ふむ、じゃあこの辺りかな。ここからこうアイアンの壁をこうやって作ってみたいな。でも炉は2つぐらい必要っていうか、ないと時間かかっちゃうよね。じゃあやっぱりここかな。でもここはまたちょっと作業場って感じがするし、悩みどこだな。ちょっと邪魔だから壊しちゃおうか。全部木材になっちゃう。まあしょうがないか。うん、金床、これ壊せないからな。さてさて、アイアン壁、アイアンの壁、鉄のインゴットで作ることができる。とりあえずじゃあ作れるまで待て、40個ぐらいあれば十分かな。もうちょっとケチろ。はい、よし、アイアン壁、あ結構持ってたんだね。よし、じゃあこれをかまどを囲えるぐらいの大きさか。待てよ、土壁とつけてもダメか。じゃあしょうがない、ここにしよう。ここでんでん、うわーこれはかなり高級だぞ。なんかでんでんってやってくれない。ドラゴンクエストビルダーズ1だったらデデンっていくんだけど、こっちの方がいいと思ったのかな。横じゃなくて前後だったらデンデンっていくんだ。あとはここかな、足りないな。持ち上げて置く。あよっ、で何も入ってないけど、あれ、持てないんだ、知らなかった。あとは革袋も必要って言ってたよね。革袋は持ってないのかな。ないっぽい。革袋、飾り家具かな。あひゃひゃひゃー、違うかな。壁掛け家具、あ上に乗ってるじゃん。これは生活家具、なるほど。よし、あとはまあいいかな。とりあえずこの辺で置けないか、ちょっと邪魔かな。
この辺にローをねドドーンと置きたいんだよな。じゃあここでいいや。でこれをまあこれはちょっと後で。おあーへえ、なんだ、もったいなかった、もったいなかったっていうか円がぐるっと回った後に持ち上げればよかった。なるほど。じゃあこれをまあいいよね。本当はここに置きたくないけどまあしょうがない。まあこんなもんかな。でここ狭くなっちゃうけどどうしよう。贅沢にここにもう一回壁作るか、アイアン壁。足りないかな。よし、まあたくさん鉄のインゴット作っておいてよかったかな。さあ今回からは鉄がもらえるはず。鉄が8つ、まあそんなものか。銅266、すごい。あと224個でカッパーマンになれるぞ。次回の報告会でいけそうだね。さてとまず扉も考えて、扉はここがいいかな。おっと、こうしよう。 OK で扉、扉、木の扉と見せかけてのウエスタンドは。よし、であとは収納箱かな。収納箱はここで。あれ、何か足りないぞ。カルロさん、ロト何だったっけ。アイアンの壁で作ってロ、皮袋、壺か。ちょっと待て、よし、壺、まあここでいいから、狭そう。できた、小さい金属工房。わお、やっほー、こいつはすげえぜ。おお、やるじゃないか、鉄の金属工房が完成したんだな。壁から香るこの鉄の匂い、こいつは作業がはかどるぜ。インゴットは作るのに時間がかかる。金属工房にロウを2つ置けば一気に作れて便利かもしれないな。それはそうと、お前さんこれだけ鉄に囲まれてんだ、ビルダーとして思いつくものはないのか。鉄といえばあれだろう、あれがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるぜ。さあさあ考えろ、今のお前さんなら作れるはずだぜ。ふむ、鉄といえばピキンと、大金槌、鉄を加工した重いハンマー、とても硬いものを壊せる、きた。よし、あ、それだけなんだ。鉄の剣とかそういうやつはない。じゃあインゴットさらに作っておこうかな、できるだけ。よし、金槌だからこっちかな。さあ大金槌、威力はかなり低いですね。ドラゴンクエストビルダーズ1ではハンマーも強かったけど、まあいいかな。待て待て、今思ったらお前が今降ってたハンマーは一体どこから来た。もともと持ってた金床用ハンマー、まあそこに置いてあるけど。カチコチ金属もお手軽に破壊、グレードアップ。
お、お？なんだそれ、ひょっとして新しいハンマーを作ったのか。やったぞ、なかなかかっこいいじゃないか。それなら硬いものをぶっ壊せそうだ。素材集めははかどりそうだな。よし、そのハンマーで坑道のさらに奥まで進んでみようぜ。うん、その真ん中のトゲトゲとかいるって感じだけど、まあいいか。さあちょっと振ってみようかな。お、すごい強そう。トゲトゲの部分で叩いても最高だぜ。素振りは基本。よし、じゃあこの硬い岩はいけるかな。いける、やったー、いいね。これで村がちょっと拡張できるかな。よし、まあこれはまあ後でやっとこうかな。名前は何つった今。キヤマガン、なるほど。古い大金槌、大木槌か、まあいらないんだけど、邪魔にならない限りはいいかな。よし、新しく大金槌を思いついたんだな。そいつがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるだろう。金床で作って俺に見せてくれ。お、もしも素材が足りなかったら坑道に降りて探してきてくれよな。おほう、こいつはすごい。鉄から大金槌を作ったんだな。これで新しい素材も手に入る。バー作りと坑道の復旧もきっとはかどるぞ。坑道の新しい道も開いていけるな。大金槌をうまく生かすんだぜ。はい、お、気が早いかもしれんが、一つお前さんに話しておきたいことがある。どうせなら俺はこの島を牛耳っているハーゴン教団をここから追い出したい。みんながいくらものづくりに目覚めても、教団が残っていたら好きなようにものを作れないからな。なるほど。島には教団から派遣されている総督ってやつがいる。あー、なるほど、それぞれの島に総督がいる。いつかそいつも一緒に倒そうぜ。この島には副総督がいるのかな。よし、お新しい依頼か。ヨーヨー、大金槌もできたんだ。そろそろまた坑道に行ってきてくれよ。大金槌があれば塞がった坑道も掘り進められんだろ。まず奥にいるマシモのところに行ってくれ。あ、はい。あ、また坑道に行くのね。はい、これ。お、なんかだんだん増えてない。坑道の奥は暗くて寒いと思うけど、指導と一緒に頑張って進んでね。ペロさん、うおー、またかよ。弁当はおめえのもんでも、ペロのハートは俺のもんだからな。とにかく坑道の奥にいるマッシモのところに行って、大金槌を振り回してこい。鉄の採掘場にワープするときっと早く行けるぜ。はい、うん。さあ、なんかよくわかんないけど、勝手に勘違いされてるような気がするけど、俺も悪い気はしない。よし、じゃあまだ夜だけど行こっかな。レベルももう少しで上がりそうだし、何か作れるかな。レベルだったら先に雑魚をやっつけて稼いでみたいくで、稼いでおきたいけど。3ポイント、まあ塵も積もればみたいな。お肉、意外と敵っていないよね。お、寝てる。先制攻撃じゃーい。お、やるね、きたー。レベルが13になった。最大 HP が上がった。スタミナが上がった、嬉しい。うん、あ、それだけ。オッケー。お、スタミナメモリがさらに増えましたね。結構走る距離ってそんなに長く走れないから、まあちょっとでも伸びてくれると嬉しいかな。よし、じゃあちょっとだけインゴットはもらって、
よっ。さあ、じゃあ、坑道の奥に行きましょう。鉄の採掘場。採掘場っていうんだ。よし、お、待ってたぞ。ところで、その、なんだ、その満足げな笑顔は。そんでもって、その強そうなハンマーは。へへー、うお、大金槌か。それならこの岩の壁もぶち壊せそうだぞ。それじゃあこの大金槌でこの岩の壁を壊すんだぞ。道が開けたら先に進むんだぞ。うん、みんなが使ってるツルハシは何でできてたの。あ、ここか。お、来たぬ、石炭、あれ白いぞ。あ、青いぞ。なあ、虎に、あそこを見るんだぞ。上から水が溢れてきてる。あら、これはプール以外じゃ泳げないぞ。このままじゃ先に進めないぞ。プールだったら泳げるの。体脂肪率は低そうだけど。そうだな、あそこの鎖を伝っていけば上まで登れそうだぞ。頼む、上に開いてる穴をブロックで塞いで水を止めてほしいぞ。うん、なるほど。これ壊せるかな。そういうことやろうとするからいけないんだけど。あっと、なんだこれ。あ、土台。なるほど、かがり火。鉄の丸太の、鉄の丸太止め。あっと、びっくりした。ごめんなさい、取れなかった。あ、壊れるね。壊れるけどやめとこ。鉄、待て待て、あ、壊れます。はい、満足した。ここからジャンプ。あ、違う、そこに道があるな。あれ、向こう側に回転できない。ど、まだね。どうやってこれくるって回転するんだ、これ。できないな。ジャンプしてくっつく方向を変えなくちゃいけないのか。なるほど、ここか。より水漏れを起こすわけにいかないからな。普通に土で埋めちゃおう。お、うお、端から水がなくなったぞ。よくやってくれたぞ。さあ、一度下まで降りてくるんだぞ。そう言われると何かありそうじゃん。登れない。なんもない。これは何でしょうね。あ、臭い人。そっか、はい、そっか、っていうか、まあ、じゃあ今のでっかいやつ取ってよかったのかな。うん、なるほど。今の大きな植物を破壊すれば臭い人が手に入る。あそこにもあるね。今までちょっと目に入ってなかったかな。あ、ありがとう。なんか切りにくい。わお。あっちの方に奥があって、そこにちょっと祭壇っぽい何かがある。一応ちょっと周りを見ておこうかな。うん、よし、じゃあとりあえず戻ろう。助かったぞ。水が漏れてた穴を塞いでくれたおかげで橋から水がなくなったぞ。ところで何なんだあれは。どうして地下にこんな水たまりがあるんだ。確かに
こいつは地底湖というやつだぞ。地下には地上にはないものがたくさんあるぞ。そう言われるとオイラも全部は行ったことがないけど、神秘的な景色や神殿とか聖堂とか不思議な建物もあるらしいぞ。それに一番深い場所にはすっごいお宝も眠ってるらしいぞ。とにかく地下行動はロマンだらけなんだぞ。確かになんかありそう感。うん、よし先へ進むぞ。とりあえずあっち行きたいよねっていうのはある。うん、おっ、なんだ懐かしい。あ、ちょすいません、なんか前回っていうか前々回ぐらいモンスターの名前を調べようと思ってすっかり忘れてた。硬くない？毒だと。これはちょっとピンチ。地道にダメージを受けている。ぬーナイス。毒はまだ続いてる。うん、毒消しそうとかってなかったっけ。なさそう。うん、野菜ジュースで打ち消すとかないかな。なさそうだな。一応取り出してグビッと。ふう、じゃあちょっとあそこ気になるか行ってみようかな。うわー、マジか、君たち水中生物だった。しかもまた敵モンスターの図鑑見てないぞ。おう、何か意味ありげだけどビルダーパズルとかではなさそうな感じ。上から流れてきてる水を逆流で登ってくってすごいよな。いや、あの滝登りとかそういう川を遡上していく鮭たちの凄さよ。これは？やっはー。お、トサカ噴水を手に入れた。トサカ。トサカ噴水、トサカヘビの形をした噴水。ほう、トサカヘビっていうモンスターいたっけ。やば、覚えてない。最近のドラクエあんまやってないから最近出てきたのかな。うん、まあいいか。もしかしたらいたかもしれないけどちょっと覚えてないっていうね。オオサソリとかホミスライムとかスライムつもりぐらいならわかるけど。お、綿。それさっきあれ臭いと取るの忘れたわ。よし、まあでも貴重なアイテムがゲットできたからよかったかな。あそこも気になるな。ちょっと行ってみようか。あれ？ん？うん。ランタン。特になんもないな。スタミナが上がってるとはいえかなり足遅そう。一応水中でもキーンってやるんだね。登れない。よし、特にこれといったものはないかな。滝の上、滝の裏とかありそうな、なさそうな。まあ一応チェック。 OK。 上の方にはちょ まさかのゲームあるあるの裏側が見えるやつ。よし、なるほど。かがり引きとか書くと思ったけどランタンだったか。特にこれといって貴重なものはなさそうかな。うん、
ふんぬ。一応見に行くけどないかな。オッケー。あ、ボイミースライムじゃん。まあ話しかけようかな。やあ人間さん、地下は迷いやすいからよく地図を見て歩き回るといいよ。あ、はい。でも地図さ、意外となんていうか言うほど役に立たないというかドットで描かれてるからさ、まあしょうがないよね。まあ大体この辺りは水なんだろうなとかわかるから。あ、ここまで上がると地上扱いになる。へえ、なるほど、細かい。というわけで戻ってきまして、うん、じゃあここでモンスターの書。さあスライムフェス、オッカムル島でよく見るタホドラキー、オッカムル島、あとは人面獣、素材島、そっかそっか、そしてスカルナイト、色違い、大サソリ、グラジオラスの種を持ってる、素材島にも出てくるドロル、うん、オッカムル島、臭い糸を出す、大サソリも分かってる、オッケー、いたずらモグラ。なんか前作だとさ、あの魔導士とかをやっつけてちょっと貴重なアイテムとか取ってましたよね。ゴロツキ、ゴロツキステーキ持ってる。へえ、主な生息地アラクレとゴロツキは何違うの？これモンスターと人間ぐらい違うの、種族的に。うん、ゴースト、これはまあ主な生息地書かれてないけど、どこで倒したっけ。キラーパンサー、素材島、あーこれは強かった。キラーパンサーの像という、まあ飾りみたいの。ヒボ番号、総督、なるほど。死神、素材島に出てくるけど、おそらくストーリー進行に合わせて強い死神幽霊タイプが出てくるんじゃないかなと。うん、よし。お、あれ大木槌さんじゃん。敵ブラウニーさん、ごめん間違えた、普通に木槌たた、あの木槌っていうかハンマーで対抗しようとしちゃった。かわいいな、ピコッとか言う。持ってるのは木槌だね。じゃあ大木槌かこれ、わからん。そういう時はビルダーの書。今のはブラウニーだ。うん、毛皮を持っている。よし、あれ、いたずらモグラ、なんだ、あー、ブロックスライム、なんだって、塗り壁、面白い。モンスター図鑑見始めたら途端に新しいモンスターが。あれ、さっきブラウニー調べなかったっけ。あ、ちょっと待たないと匂いが消えないのかな。ボックススライム、土、なるほど。キラースコップ、なるほど、上位種。よし、これは叩くしかないかな。濃いグレー岩とか薄グレー岩、細かい。あ、これはあら、荒くれじゃない、なんだっけ名前忘れ、いきなり忘れた。ゴロツキ、周りあっと鎖片びらつけてないからちょっと危ないかも。くう、こうなったら攻撃力アップ。く、この程度、ステーキいっぱい。よーし、なんとかなったか。君たちを無視して、あら、うん、なんだここめっちゃ気になるけど、砂土がいっぱいあるだけ。
お、これはでん、よし。お、OK、解決。何？魔物の群れが襲ってきた。うっふおー、魔物だ、ハーゴン兄弟の魔物だぞ。なんなな、なんとかしてほしいぞ。来い。あれ、ちょっと無視は良くないと思います。食べるぞ。お、いいよ、いい火力。グワー、よし、やられた。うお、何、判定が広い。いや、ちょっとこれでかい、なんか。よし、びっくりした。さすがだぞ、ハーゴン兄弟の魔物を倒してくれたんだな。オイラたち派手に行動を進んだ。きっと兄弟にいろいろバレてる。地上のバーンも狙われるかもしれないぞ。そういうフラグを立てないで。ハーゴン兄弟は今のオイラたちには敵でしかないぞ。いつか全員やっつけるぞ。うん、きっと指導がだよね。はあ、とにかくこれで先に進めるぞ。このまま進んで行動を復旧させるぞ。まあ、シドウとかカルロさんはかなりやる気満々だからなんとかなるかも。お、あれ、雲の糸取れるぞ。すごい、変な風につけちゃったな。お、よし、メモ帳はないかな。うん、まあ大丈夫そうかな。よし、ちょっと広いから探検。まず西側に何かがありそうでなさそうな。これは破壊できない、マジか。お、鉱石の匂いがするぞ。そして、あー、またトロッコ線路。よーし、ここまで来れば行動の復旧は完了だぞ。あとはここの線路をつなぐだけだぞ。魔物恐怖症のオイラにとっては長すぎる道のりだったぞ。でもこれで鉱石の採掘量もぐっと増えるぞ。ワープは使わないんですか？ワープは主人公の特権。それにだぞ、行動が復旧してバーが完成すればペロも喜んでくれるはずだぞ。あー、バニー、ペロバニー、オイラもいても立ってもいられないぞ、ペロバニー。確かここいらにも線路があって昔は地上とつながってたはずだぞ。さあ、トロッコが走れるように途切れ途切れの線路を埋めるんだぞ。線路の出発地点になるトロッコの発着駅は、うん、そこ。お、あそこにあったぞ。ここの線路は2本並んで走ってるみたいだぞ。つなぐのは大変そうだけど頑張るんだぞ。これは大変だな。線路はまだ手元にあるか。この辺りにも使われてない線路があるかもしれないから探してみるんだぞ。足ります、これ。全てはペロのためだぞ。トロッコに乗りながら上と線路をつなぐんだぞ。ペロのためと言われちゃったらな、しゃあないな。うん、ダブル線路、ここが終着点で発着駅で、向こうに行け、お、ぬおー、なんかどう見ても埋まってるんだぞ。線路が岩の壁で途切れてるぞ。これは困ったぞ。この岩の壁、ひょっとして、うん、この先なんだか匂うぞ。この岩の壁、大金槌で壊してほしいぞ。なるほど。お、の、ここは
おお、この線路は地上の鉱山街の東側につながっていたんだぞ。これでルートがつながったぞ。町と鉱山の中を行き来しやすくなるぞ。さあトラニー、残りの線路を岩の壁の向こうの線路とつなげるんだぞ。なるほど、まあつまりこっちが当然なルートってことね。おお、なんだ、上に来ちゃったんじゃん。マップ、上層地上、これマップ的にはほぼつながってるんだよね。ここ上に上がればそこが町かな。すごい、いいじゃん。めちゃくちゃなんていうか線路とか鉄のインコット使うっていう話は聞いてたんだけど、これだったらまあ行けなくもないのかな。よし、じゃあどうしようかな。線路つなぐか、しょうがない。お、一発だぞ、すごいぞ。お、報告会。よっしゃよっしゃ。さあまずは、お、意外と増えましたね。今日の採掘分で銅が1000個集まったぜ。よーし、これでいつでもゴルドンを進化させられるぞ。進化キャンセル、いや、やってもいいよ。やっぱり今日の報告会は以上だ。おめえたち明日も張り切っていくぜ。自動的に進化するわけではなくて、ちゃんと主人公が進化してくれーって言わなきゃいけないのか。うん、どう変わるのかな、どうだけに今じゃなく、すいません自然とね、うん。よし、 OK。 鉄はいっぱいあるけど、これなんだろう。特に線路とは関係ないか。木の足場、うん。そして線路はバッチリ残ってるからつなぐけど、ここなんかちょっと上に持ち上がってるのが気になりませんか。はみ出たりしない。昔こうはみ出るトロッコの仕掛けを作ろうと思ってすごい時間かかっちゃったみたいな時あったけど、うん。お、よし、まあこの辺は目視でつなげていこう。オッケー。あ、ここ先に土を置いといた方が賢いかな。よし、ここで線路が上げ下げね。オッケーじゃない、壊れてる線路破壊するってことか。なるほどな、この線路はもうダメだみたいな感じか。よし、もうすっかり夜になってしまった。あれ、いつの間にここ合併してる。リチギに乗ってく。俺も俺だけど、わかりやすい。また離れるんかーい。線路の片方はこれでつなぎ終わったみたいだぞ。このもう片方もそのままつなげていくんだぞ。ここで終着してるね。じゃあ OK、 はみ出ることもできるぞ。こっち、よし、
お、繋がったかな。あ、ここが全然ダメだ。よっ、お、来たー。うっこー。これで2本の線路が全部上と繋がったぞ。さすがだぞ。よし、じゃあ一旦上に行くぞ。ウェイ。さあマッシモカモン。おお、わあ、出迎えてくれる。銅が1000個集まったみたい。これでゴルドンをカッパーマンにできるわね。あの子きっと喜ぶわ。一緒にゴルドンのところに行きましょう。あれ、ちょ待って、マッシモ、まあいいや、くれー。おお、すごい。おお、やった、やったぞ。俺やっとカッパーマンになれた。やったわねゴルドン。その姿とっても素敵よ。まあ確かに一部分だけどうよりかはって感じかな。お、ペロペロ。俺お前好き。お前喜ぶ。俺も喜ぶけど、ゴールドマンにならなきゃ山にゴールドラッシュ戻らない。まだまだ鉱石いる。坑道をさらに地下まで進めば金や銀も残っているだろうが、とにかく今はゴルドンが進化したことを喜びましょう。その姿素敵よゴルドン。おだててくね。おお、ありがとうペロ。俺少し力ついた。ペロのためにも俺頑張る。なるほど。ウェイ。でマシモさん、ちょゴルドンがでかい。うんうん、これで全部の線路がつながったぞ。坑道も修理できたし、これで復旧は完了だぞ。だが坑道を復旧できたのに金はなかったぜ。ゴルドンは金が欲しいんだろ。前にも話したぞ、坑道はまだまだ広くて深いんだぞ。金があるのはもっとまだまだ奥なんだぞ。ははあ、そうか。復旧終わったが坑道の探検はまだまだこれからってわけだ。地下深くにある神殿や聖堂ってやつも早く見てみたいぜ。オイラはそんなものよりペロの喜ぶ顔を見たいんだぞ。早く町に戻るんだぞ。うん、さあトントン拍子に話が進んでいきますが、坑道の復旧達成。お、坑道の復旧が終わったみたいね。まさか本当に全部直しちゃうなんて、すごいわ。筋肉儀式、みんなありがとう。これで採掘量も上がってにぎわっていた頃の鉱山街に近づくわね。さあゴルドンやみんなに知らせに行きましょう。目の前にいるけど、お、これで大体なんていうかうまくいったのかな。ありがとう、これで俺の願い一つ叶った。ゴルドンに力が戻って島にゴールドラッシュが復活すれば今の何倍も鉱石が取れるようになるはずだ。それにもうすぐペロがバーニーになる日が来るってわけだ。こりゃいても立ってもいられねえぜ。そうよ。でもゴルドンのお願いももう一つあるわ。全部こなしてくれたらバニーになってあげる。ペロ、お前ほんと優しい。俺のこと気遣ってくれてバニーにもなってくれるなんて。勘違いしないで。別にゴルドンのためじゃないわ。私がバニーになってみたいだけ。いい話だな。とにかくゴルドンさんのお願いもう一つあります。引き続きお力をお貸しください。苦しゅうない。お、改めてですが行動の復旧お疲れ様でした。いやはやビルダーとは素晴らしい。しかしバー作りがまだまだ途中です。そちらも忘れてもらっては困りますよ。バーで力を蓄えることで荒くれさんたちにやる気が生まれ鉱石の採掘量が上がるんですから。バーの設計図はすでにあります。敷かれた設計図をよく見て必要なものを配置していってください。あ、そっか、鉄が手に入ったからバーのあの壁掛けとかも作れるわけか。忘れてた。さああとは素敵なバーの完成を残すのみ。頼みましたよ。うん、お、やったね。じゃあ回収しようかな。みんな無視かーい。じゃあ一応話は聞こうかな。ついに行動が復旧できたんだな。筋肉のいい体でよく頑張ったじゃねえか。これで鉱石の上がりもバシバシ増えるはずだぜ。次の報告会を楽しみにしておけよな。
そしてそしてペロがバーニーになる日も近い。筋肉を盛り上げて準備しておかねえとな。なるほど、バニーには筋肉で応える。お、ペロ、バニー、もうすぐ。お、ゴルドン、またおめえかよ。ペロのことになるとほんと地獄耳だな。そ、それ俺言った。俺体でかい、街を歩き回ると迷惑かける、だからここでじっとしてるけど、ペロのこと好き。ペロ、将来のお嫁さん。ペロのこと何でも話聞きたい。なんという情熱は感じる。くそー、筋肉ならまだしも金属が恋敵になるとは夢にも思わなかったぜ。さあ、いつも通りの恋模様ですけど、どうなるのかな。ゴルドンさん、なんかうずくまりをちょっとやめた。なんかちょっと今まではなんかしょんぼりとした体育座りだったのに、ちょいかっこよくなりましたね。膝立ちみたいな。なるほど、まあ確かにかなりゴーレム感が出てきたかな。よし、じゃあとりあえず今回はここで一旦区切っておいて、次回はバーを再建の続きかな、やっていきましょう。よし、じゃあまた次回よろしくお願いいたします。